おはようございます。おはようございます。あれ、もしかしてさっき起きた？いや、そんなはずないやん。ないよね。ないよ。ああ、よかった。大事な日なんだから。大事な日。だって今日はね、クークフェス2日目なんですけど、こんな感じで。ああ、なるほどなるほど。はい。なんで今日はホールよろしくお願いします。あ、頑張ります。はい、はい、やることはプレートを出したりとか、はい、あとちょっとドリンクもらったりとか。はい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 、はい、とりあえずよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら見てくださいこれ。あー、すごい。ヘギロンのね。うんうん、もうめっちゃこんな書いたんだ。沢さん今日よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕やっぱホール歴長いんで、はい、いきますよ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。食べるのを見てます。まあ、サグワがね、丹精込めて作ったんで。はい、丹精込めて作ってはない。そうだね。なんかこの辺とかは仕込んできたですね。あ、そうなん。北海道で仕込、あとジャークチキンも味だけつけて、焼くのはこっちでオーブンで焼いて。あ、そうなの。そう。あ、でベーコンも燻製したままこっち送って、最後ちょっと焼いた。あ、そうなの。ピクルスも仕込んでて、全部仕込んでからこっち送って。え、ちゃんと仕込んでんの。そう、ちゃんと仕込んでる。ポテサラもベーコン焼いて入れてるし。おもろ。しっかり作ってんだ。そう。じゃあ乾杯。あ、そうです。あれ、そのまま飲まないね。俺どうせ夜飲む。いや、どうせ飲むんだけど、この時間から飲んでたらめちゃめちゃこの時間から飲むの結構ファンキーだよ。ファンキー。昨日も俺だって相当飲んで、すごい盛り上がって食べないし、午前ぐらいからまあちょっとこういう風にちょっちらちら飲み出して、結局最後までバカバカ飲んで、その後も挨拶しに行って。へえ。やっぱりすごいのが、あのリポディってやっぱ効果あるよ。あ、リポビタンディ。うん。でリポディの、イレブン、エイトとイレブンもあるんだけど、イレブンがやばい。え、それ強いの。え、超元気になったもん、一瞬で。ちょっとこの箸もらいますね。ありがとうございます。ピクルスいらもらおうと。全部いらないっていうのは言い方はちょっとおかしいでしょ。ピクルスお腹いっぱいってことでしょ。そうです。え、相馬さんのおしっこの音入ってる。もしかして。まだわかんない。え、今俺らピンマイクつけてるんですけど、これ相馬さんつけたままトイレ行ってるんですよ。多分ションベンの音聞こえる。相馬さん、どうした。何、どうした。ちょっと今うんこするから、ちょっと待って。あれ、静かなうんこだね。ドーン。12時半からシャンパン。はい、12時半から。ありがとうございます。いただきます。めっちゃうまい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。でもマジ美味しいな、これ。いただきます。3、2、1、1、5、シュー。やば。なんだ、3本目。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。というわけで、ソダさんの部は終わりました。イエーイ。相馬さんがこういう風になってる理由を説明しますと、計何本？20本はいってる？イエーイ。20本ぐらい、はい、シャンパンもらいました。はい、ありがとうございます。大玉主さんがいて。いや、でも本当に楽しかった、うん、いや、マジ最高。今日はなんかそのお金とかじゃなくて、うん、楽しかった。ちゃんと飯うまいのなんだって。いや、ちゃんと飯うまいから。本当はこのお腹いっぱいじゃなかったら4回のカレーを食いたかった。これ25日までやってるんで。あ、25日まで。25日までやってるんで。チョンプのカレーは、うん、マジで一番うまいっす。めっちゃうまかった、本当に。正直、あのサグワは多分あんま好きじゃないっす。正直わかります。なんでよ。でも俺は本当に美味しいの伝えたいって言いますけど、マジでうまいです。そんなこと言う。はい、だから相馬さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ブラ。